よく知ってるね。本に書いてあった。え、本当だ。ねえ遊ぼうよ、眠れなくて困ってたの。うん、でも今ちょっと急いでるから遊ぶのはまた今度ね。じゃあ何か魔法だけでも見たい。わかったわかった。じゃあルビーがぐっすり眠れる魔法をかけてあげるよ。うん、いくよ。マジカル眠くなーる。ルビーを探せ。おはようピヨ、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 おはようピヨ。急な仕事で出かけるので朝飯は抜きだ。しばらく町を離れるので事務所の掃除をして閉めておいてくれ。アディオス。もうホントパパはいつも勝手なんだから。あ、卵買うの忘れてた。まあいいか、ハメークは卵抜きってことで。ただの焼きハムだろそれ。おはよう兄ちゃん。パパまた急な仕事だって。ああ、メール見た。まったくもう、事務所の掃除なんてめんどくさい。こんな時魔法が使えたら。あれって夢だったのかな。夢であれ現実であれ、街の向こうにジュエル城が傾いて立っている現代において魔法は役に立たない。なぜなら科学が全てにおいて勝っているからだ。はいはい。うっしょ。あっという間に掃除を終わらせたければ、魔法よりもこのお掃除ロボマンボ2号を使え。きったなーい。これじゃお掃除ロボの置き場所もないよ。とりあえず床の上のものだけでも片付けないと。あっ、いたたた。あ、ごめんなさい。大丈夫？ジュエルペット、しかも3人。まさかゲートの出口に人間がいるなんて思わなかったから。とってもいい？ハイラブ。ここは一体？ゴミ捨て場ラブじゃなくて探偵事務所。うちのパパは探偵なの。探偵？魚肉のすり身に山芋を混ぜた練り物、おでんの具にヤジ。それは反転。それよりさっきゲートの出口って言ってたけど、まさかこのクローゼットが魔法の国ジュエルランドとつながるゲートってこと？そうみたいね。じゃあこの向こうはジュエルランド？なんで？どうやら一方通行なんだな。じゃあジュエルランドに帰れないラブ。落ち着いて、探せばどこかにきっとゲートはあるわ。ここはあなたの家なの？そう、私はキララ・アイリー。私はラリマーよ。この子たちはラブラとルナ。なあ、よろしく。あ、みんな魔法が使えるんだよね。もちろんラブ。だったら使ってみせて。例えばそう、この事務所の掃除を魔法で。任せるんだな、マジカルワンさん。5回に1回入る確率なんだな。ジュエルペット、これは魔法よりも科学が勝ることを証明する絶好の機会。行け、マンボ2号。科学すごいラブだな。あ、こんなことしてる場合じゃない。私たちはルビーを探しに来たんだった。ルビーって？ルビーの瞳をしたジュエルペットよ。7年前から行方不明なの。やっぱり夢じゃなかったんだ。私も探すの手伝うよ。人探しはキララ探偵事務所に任せて。はあ、やっと日本に帰ってきたわ。待ってなさいルビーけどどうやってルビーを探すの？これを使えば簡単ラブ。
それってやっぱり魔法の力じゃなくて GPS なんだな。反応あり。ジュエルウォッチによればルビーはこのショッピングモールのこの倉庫の中よ。不法侵入は良くないんだな。捕まったら臭い飯食べられるラビー。これはあくまでルビー失踪事件の捜査だから。近いわよ。あー、おもちゃがいっぱい。いたんだな。もう食べられないよ。寝てる。ルビー起きなさーい。にん、にゃー、寝過ごした。アラーム止めてた。7年寝過ごすってどんなだな。ねえルビー、私のことを覚えてる？ほら、7年前魔法の力で眠らせてくれた。あの夜の無事だったんだ。よかった。無事だったってどういうこと？いや、実はあの時魔法失敗しちゃって。睡眠学習セットを出しちゃってさ。寝ながら勉強できるんだな。ひどい。誰だここにいるのは。ぬいぐるみ泥棒か。違うんです。これは失踪中のジュエルペットで、私は捜査中の探偵で。探偵？子供が何を言ってる。捕まえろ。どちら魔法使いでもあの夜会えて本当に嬉しかったんだ。いたぞ。そこを動くな。どうしよう。これは、マジカルチェンジ。すごい魔法。とりあえず帰りのゲートが見つかるまでここに住めばいいよ。ママは単身赴任で外国だし、パパが帰ってくるまで代わりにみんなで探偵やろう。いいねそれ。だけど、あの変身魔法は何だったんだろう。このペンダントはパパが外国で買ってきたの。ラロ、ロブ、ルビーみたいに変身できないラブ。無理無理、ちゃんと修行しなきゃね。全然ダメラ。修行ってルビー7年間寝てたんじゃなかったの？寝る前はちゃんと修行してたよ、ルーアと一緒に。そういえばルーアも7年前から行方不明って聞いたような。え、そうなの？
うん、はーい。ボンジュー、アイリー、お久しぶり。留学してたんじゃ。昨日帰ってきましたの。これはお土産。エッフェル塔まんじゅうラブ。飛ぶよ飛ぶよ。今日はあなたにご相談があってきましたの。今朝うちのお屋敷にこんなものが届けられて。今夜福王寺家に伝わる秘宝をいただきに参上する。これって怪盗からの予告状。任せて、必ず解決してあげる。ありがとうアイリー。シルブプレ。どう？うまくいった？ええ、罠とも知らずに。それにしてもこの町も随分と変わりましたわね。特にあのジュエル城、私がいた頃にはあんなものありませんでしたのに。7年前、ジュエル城が結界を破って人間界に落ちてきたの。最初の頃は大騒ぎになったわ。でもお城の敷地の中にはゲートを通らなければ入れない。お城はただそこに見えているだけ。やがて人間たちはお城に入ることを諦め、日常にジュエル城が存在する風景に慣れてしまった。今じゃ誰もお城のことなんて気にしていない。魔法の国ジュエルランド。でもジュエルランドと人間の世界は決して交わるはずのないものだと。原因はジュエルランドを支えている魔法の力が弱まったから。だから私たちペットは修行して魔法の力をレベルアップするべく人間界に出たの。私はルビーと二人でこの町に。なのにルビーのやつ、ジュエル、ペット、ジュエル、ペット、ペット、ジュエル、ペット、ジュエル、ジュエル、ジュエル、ペット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 、ジュエル、ジュエル、ジュエル、ペット、ジュエル、ペット、ジュエル、ジュエル、ペット。やったわ、私の勝ちよ。私の勝ちなの？負けなの？ルビーどこ行った？そして私はルビーを探し、道に迷ってフランスはパリでボロボロになっているところをローラに助けられた。道に迷ってフランス。とにかく私はあんなやつに絶対負けるわけにはいかないの。それをルビーったらいつの間にあんなすごい魔法を。人間の女の子に変身できるあの不思議なペンダント、必ず私が手に入れてみせるわ。というわけでローラのお屋敷まで行ってくるね。気をつけてな。その前に晩ご飯にしようよ。お腹ペコペコ。今からじゃ作ってる時間ないし。じゃあ電話一つで。あー、もしもし、ドドメピザですか？トロピカルデラックスの L サイズ、パイナップル抜きで。デリバリーピザは届くまで30分はかかる。だったら魔法の方が早いよ。よし、マジカルピザ。強力粉にトマト、チーズ、パプリカ、アンチョビー。これってピザの材料じゃない。ルビー頑張っちゃうぞ。まずボウルにカップ1杯分の強力粉。時間がないから行くよ。怪盗から予告状が来たのに警備の人が誰もいないみたいだけど。シークレットサービスの皆さんが見えないとこに潜んでますのよ。敵を油断させる目的ですわ。さすがだね。
それで予告状にあった秘宝っていうのは。これですわ。それってそっくりに作ったおもちゃのペンダントよ。2つを入れ替えて盗み出す完璧な計画。アイリのペンダントにそっくり。本当だ。どっちがどっちか分かんないくらい。トレビアンですこと。そうですわ。この2つそっくりなのを利用して入れ替えてみてはどうでしょう。あなたのペンダントをこのケースの中に、そしてこちらをあなたの胸に。ちょっと名探偵さんが身につけていれば安心ですわ。シルブプレー今だわ。出たよ怪盗。私も人間の女の子に変身できる。そして素晴らしい魔法の力を手に入れることができるわ。あれどうしたの。ちょっとこの前みたいに光りなさいよ。変身させてよ。世の中を毒々しいものでいっぱいにしてやるラブ。行け冥界ラブラ。なんか来る。来た。なんか来た。来た。友情、努力、挫折。友情、努力、二度寝。友情、努力、土下座。この橋渡るべからず。これは例の昔話の小坊主のトンチであったやつ。真ん中を渡れば平気ってやつ。ラブ友情努力現実逃避友情
マジカルチェンジ！